株式会社 AI が提供するデモ音声です。184センチ、83キロ。株式会社 AI によるデモ音声です。最速は143キロながらも、カットボールなどをコーナーに投げ分け打たせて取る投球が持ち味の大型左腕。株式会社 AI によるデモ音声です。同スカウト部長が、本当にピッチングがうまい。株式会社 AI が提供するデモ音声です。カットボールとか変化球もいいし、大人な投球ができると評価する左腕は、優勝に貢献できる投手になりたいと目標を掲げた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。プロの舞台でも永遠のライバル関係は続く。株式会社 AI によるデモ音声です。高校時代に何度も投げ合った森木高知校は、阪神にドラフト1位指名を受けた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。3年夏の県大会決勝で投げ勝った唾液は、同じセリーグで縁を感じます。株式会社 AI が提供するデモ音声です。森木くんの存在は僕にとっても大きい。株式会社 AI が提供するデモ音声です。彼がいなかったら、やっぱり自分もこういうところまで来られていないと思う。これはデモ音声です。良きライバルとしてプロの世界でもやっていけたらと話した。株式会社 AI によるデモ音声です。3年間指導した名将馬淵監督は、大輝にプロに行く以上はやるしかない。株式会社 AI が提供するデモ音声です。みんなが遊びに行き寄るときに、お前だけ寮に残って練習しよったら大したもんと、馬淵隆でエールを。